メリカで働く機会があるなら働いてみたい、そう思ったことある方いらっしゃいますでしょうか。 Hi everyone! HR エヴァンジェリストの小口です。今回はアメリカで働くことに関する動画になるんですけれども、皆さんの中でもしアメリカで働けるとしたらなんてことを願ったり、あるいはもしもの話として妄想されたことのある方はいらっしゃいますでしょうか。私も昔はそんな妄想ばかりしていました。そんなわけで今回は、日本からアメリカに渡って働こうとした場合にどのような選択肢があるのか、それぞれの選択肢にどのような特徴があるのかをまとめてみました。実際にアメリカに来て働きたい方、すでにアメリカに渡られている方、あるいはさらに具体的な妄想をされたい方におすすめな内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。では行きましょう。このチャンネルでは皆さんが日本やアメリカで働く際に役立つ情報や、最近では海外渡航に関する情報をまとめておりますので、より快適に働きたい、暮らしたいという方はぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。まずアメリカで働くことを考えるのにあたって重要なポイントは3つに絞ることができます。まず1つ目に、最低限必要になるものがあって、それには就労ビザですとか社会保障番号、ソーシャルセキュリティ番号、そしてビザ発行元の許可などが挙げられます。続いて2点目には、就労マーケットがありまして、それには在米日系マーケットとアメリカの非日系マーケットが挙げられて、要するにアメリカにある日系企業で働くのか、日系とは関係ないところで働くのかということですよね。そして3点目には働き方があって、フルタイム、パートタイム、派遣、業務委託、インターンなどというものが挙げられます。まず最低限必要になるものとして就労ビザがあるんですけれども、日本からアメリカに行く場合は一旦日本にある会社に就職して駐在員として派遣されるパターンですとか、アメリカにある会社からビザを発行してもらって、あるいはサポートしてもらってっていう形があります。一般的な駐在員の場合は、貿易駐在ビザである E1 ですとか、投資駐在ビザである E2、 そしてそれの帯同家族、あとは企業の転勤ビザである L1、 そしてその帯同者である L2 があって、あとは時々研修ビザである J1 ですとか、その帯同者の J2 なんかも見かけられます。アメリカの会社から発行してもらうビザとしましては、特殊技能ビザである H1 ですとか、その帯同者である H4、 報道関係者ビザである L1 などというビザがあるんですよね。先ほど挙げた E2 の帯同ビザ、あとは L2、J2、H4 なんかの帯同ビザを持っている場合は、それに加えて労働許可証、エンプロイメントオーソリゼーションドキュメントというものを取得することによって、アメリカで合法的に就労できることになるということなんですよね。アメリカのビザの基本に関しては、こちらの動画でもう少し細かく説明しておりまして、URL を概要欄に貼っておりますので、ご関心のある方はぜひご覧ください。最低限必要になるものとして、もう一つは社会保障番号、ソーシャルセキュリティナンバーになるんですけれども、日本でいう、マイナンバーとちょっと近いイメージですよね。収入を得るということは税金を納めるということになるので、こちらも必須となります。ちなみに、帯同ビザ、先ほどの E ビザの帯同ビザですとか、L2、L4、J2 などですね。これらの帯同ビザに関しては、配偶者と合算になると計算が煩雑になることがあるので、その帯同者の就労が認められないですとか、安全面を考慮して帯同者の就労が禁じられているっていう企業も結構多く見受けられるんですよね。つまり合法的に働く権利はあるものの、ビザ発行元の会社の縛りで働けないということもあるんですよね。なので帯同者がアメリカで就労可能かどうかっていうのは、まずビザの発行元企業に確認する必要があるんですよね。続いては就労マーケット。就労マーケットに関しては、アメリカでの働き先は在米日系マーケットとアメリカの非日系マーケットの2つに大別することができます。でまずは在米日系マーケットの特徴を見ると、日本に本社を持つ在米日系企業ですとか、アメリカで設立された日本人オーナーの企業なんかがあるんですけれども、在米日系企業で重要な職務っていうのは、日本から派遣されている駐在員が担っているので、現地で採用された人たちはどちらかというとそれ以外の職務、オフィス系のサポート業務での募集が中心となるんですよね。そのサポート業務がどういったものかと言いますと、主に総務や経理、出荷管理、簡単な通訳などのバックオフィス関連であることがほとんどなんですよね。時々営業とかもありますけどね。で、パートタイムで勤務する場合は、今までは企業というよりも飲食店ですとかスーパーなどの業務が多かった傾向が見受けられるんですけれども、最近は新型コロナの影響もあって、企業では在宅勤務やリモートワークが推進されているので、
今後はオフィス系のサポート業務でもそのパートタイムの募集っていうのも増える可能性が考えられますよね。あと最近は実は H ビザの発行がすごく難しくなってきているので、日本語のネイティブスピーカーの働き手っていうのが極端に減ってきているんですよね。なので合法で働ける日本語のネイティブスピーカーっていうのは非常に重宝される状況になってきているんですよ。ちなみに仕事探しに関しては日系の掲示板っていうものですとか採用会社などを通じて行うのが一般的です。もう一つのマーケット、アメリカの非日系マーケットの特徴を見ると、まずアメリカにある日系以外の企業にも応募するためには有効なビザを所持していることが大前提となるのは皆さんもご理解の通りなんですけれども、それに加えて英語スキルと専門性が求められるのでハードルは非常に高いと言えます。そしてその専門性がある中で企業が募集しているポジションに適合した職務経歴が必要となるんですよね。ですごく難しいのが、日本のいわゆるメンバーシップ型って言われる働き方の中でそれまでの経験がアメリカの募集に適合するケースっていうのは極めて少ないと考えられるんですよね。でさらにはアメリカの非日系企業、つまりアメリカの普通の会社ですよね、ではビザサポートしているところはあまり多くないと言いますか、まあ、非常に少ないっていう印象なんですよね。まあ、とかあとは一時的にしか働けない場合は採用選考時の優先順位が低くなってしまうっていうことも考えられるんですよね。でも全く不可能ということではないんですよ。なのでせっかくアメリカに来たのであればアメリカの会社で働きたいという方はリンクトイン、インディード、グラスドアなんかのツールから仕事を探されてみてはいかがでしょうか。最後に働き方、働き方に関してはフルタイム、パートタイム、派遣、業務委託、インターンなどがあります。まずはフルタイムの詳細を見ていくと、この働き方は例えば月曜から金曜の9時から5時など定められた時間で働く形になるんですよ。でそしてボーナスや医療保険などの会社指定のベネフィット、労災や失業保険など国や州が定めるベネフィットの対象となって、給与に関してはポジションによって異なるですとか残業が関係ない年俸制、ね、さらに残業レートの対象となる時給制があるんですよ。まあ、これらっていうのは FLSA、フェアレーバースタンダードアクトという法律によって定められた定義によって区分されているステータスになるんですけれども、その FLSA ステータスは年俸制のエグゼンプトと時給制のノンエグゼンプトという区分があってですね、エグゼンプトに関してはさらに細かく定義されています。このようにフルタイムという働き方は職場の主戦力となってキャリアを作っていきたい方などにおすすめの働き方となります。続いてフルタイムの就労時間の一部だけを働くパートタイムという働き方、こちらの詳細を見ると一般的にはボーナスや医療保険などの会社指定のベネフィットの対象にならない一方で、労災や失業保険など国や州が定めるベネフィットの対象となって給与に関しては時給制となっている場合がほとんどです。このようにパートタイムは1週間フルで働く状況ではないものの仕事をしたいという方におすすめの働き方となりますが、最近は在宅勤務という形でのリモートワークも増えてきたので以前よりも選択肢やチャンスが増えてきている傾向があります。派遣に関してはフルタイムとパートタイムのいずれの形も考えられます。この働き方が少し特殊なのは雇用主が実際に働く職場ではなくて派遣元の企業になるからなんですけれども、ボーナスや医療保険などの会社指定のベネフィットの対象になる場合は働く先ではなくてこの雇用主から提供されるんですよね。また労災や失業保険など国や州が定めるベネフィットの対象となるほか、給与体系はほとんどの場合において時給制になります。派遣という形で働くメリットとしては派遣元の会社が仕事を斡旋している場合がほとんどなので職探しが楽ということが挙げられます。そして業務委託、インディペンデントコントラクターというのは、これはプロジェクトベースで業務を引き受ける場合の働き方で、フルタイムですとかパートタイムなどとは異なって企業とは全く関係のない個人として扱われるんですよね。なので労災保険ですとか失業保険などといった国や州が定めるベネフィットの対象にはならないんですよ。で、長期的あるいは継続的な見込みがある場合は業務委託という形ではなくてパートタイムっていう形で採用される場合がほとんどなんですよね。ちなみに業務委託として分類されるには特定の企業のみではなく複数の企業と契約していることですとか企業の根幹業務を担っていないなどということが必須条件となるんですよ。で、この業務委託という働き方は専門性をもとにビジネスを展開されたプロフェッショナルの方におすすめです。
この他に考えられるのはインターンという形で、これは厳密には働き方ではなくて技能習得を目的とした企業の研修プログラムとなるんですよ。このプログラムには有給のものと無給のものがあるんですけれども、有給であったとしてももらえるお金は労働対価ではないため、一定以下の金額になることを踏まえるとお金を稼ぎたい方に向かない形になってしまうんですよ。またインターンの研修を受けるだけのものではないとはいえ、 J1 や H3 などの就労ビザが必要になります。基本的にインターンはどちらかというと学生の向けのものが多くて、学校を通じて参加するプログラムが結構メインになってくるんですけれども、確立した専門性をもとにキャリアを始めるといった際には有効なステップとなります。最後にボランティア、こちらの詳細を見ると、働き方ではなく基本的には地域が行っている活動に参加するものとなります。社会貢献活動を通じて地元の人々との交流を深めたりですとか、アメリカ生活を深く体験することがメインになるんですけれども、一部製薬会社が行っている治験のボランティアなどに関してはお金をもらえる場合があります。ボランティアに関して基本的にはビザが必要ないんですけれども、さすがにアメリカの滞在許可は必要となります。ということで、皆さん今回の内容はいかがでしたでしょうか。皆さんがもしアメリカで働くとしたら、このようにいろんな形が考えられるんですよね。最低限必要なものに加えて就労マーケット、働き方という要素があるんですけれども、この3つの要素をもとに皆様の目的や状況に合ったものを見つけることが重要になります。これからアメリカで働きたい、あるいは働くことを想像してみたい皆様、今回の情報をご参考にしていただき、ぜひご自身の合った働き方を見つけていただけたらと思います。ちなみに日本にはないアメリカの働き方の長所に関しては、こちらの動画にまとめておりまして、URL を概要欄に貼っておりますので、ご関心のある方はぜひご覧ください。今回の動画、少しでもご参考にしていただけたようでしたら、ぜひ高評価ボタンのクリックをお願いいたします。また今後も皆さんが日本やアメリカで働く際に役立つ情報や海外渡航に関する情報を皆さんに共有させていただけたらと思いますので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録の方お願いいたします。 That's all for today. See you next time. 改めまして、弊社ソリューションポートでは、これからアメリカで働く、これからアメリカに進出する皆さんに対して新規赴任者研修というものも行っております。アメリカに来るにあたってどういったことを知っておかなければならないのか、どのようなリスクがあるのか、どういうふうにしていったらいいのか、そんなことなどを気に留められている皆さんに対してオンデマンド研修を行わせていただいております。こちらのプログラムの詳細とお申し込みに関しましては、番組概要欄に URL を貼っておりますので、ぜひそちらをご参考にしていただけたらと思います。多くの皆さんのご参加をお待ちしておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。